どうも、サンチャオモカです。ということで、今回は、呪術廻戦の最新話についてお話をしていきたいなと思います。まあ、この呪術廻戦ってところに関しては、今回の152話があって、次回からね、ちょっと一月ほどの休載になっていくということで、まあ、少し長めの休載に入る前の最後の話になってくるんですが、第152話、足を含む罰ということでね、この足を含むシリーズってのがね、終わりを迎えていくのかっていうところではあるんですが、まあ、前回マキが直哉をね、一撃で倒していったということで、死闘の末直哉をも一撃のもとに倒したマキ、果たして全員家の命運はということでね、話が始まっていくんですが、今回はね、なんかキッチンのような台所のようなところでマキがね、母親をなんか問い詰めてるんですよ。母さんお願い聞いて、あの時なんで戻れって言ったのっていう風に聞いてるんですが、何の話っていう風にね、言い返されてるわけですよ。ご飯みたいなの作ってるんですよね。コトコトコトっていう風にこの蓋がこうカタカタしてるので、外で死闘を繰り広げられてる間に謎にご飯を作ってるっていうね、なんかちょっとどういう神経してるのかよくわからん母親ではあるんですが、まあ、マキが近づいていって血が飛び散っていくわけですね。これがマキが切ったのか、まあ、お母さんが自分で切ったのかってね、ちょっとその辺が気になってくるところでもあるんですけど、ここで場面が変わって直哉ですよ。前回思い切り殴られていた直哉っていうのがフラフラしながら屋敷の中に帰ってくるんですね。爪が甘いんじゃクスワマーっていう風に言いながら倒れ込んでるわけなんですけど、この倒れ込んだ直哉の後ろになんと包丁を片手にマキの母親っていうのが来るわけなんですね。でこのマキの母親に関しても血まみれの状態になっているんですけど、包丁を手にして直哉の方に一直線に進んでいくわけですよ。やけんなやドブカスがっていう風にね叫んでるんですけど、この倒れ込んでる直哉が背後からね、マキの母親に包丁で刺されてるということで、左の肩甲骨あたりを包丁でも人差しにされてるということで、この刺した母親が産んでよかったっていう風にマキとマイの子供の頃をね思い出しながら、三人がね、花畑みたいなところにいるんですが、ここで再び場面が変わって、舞を抱きかかえながらマキっていうのが歩いていってるんですけど、向かい側からほうきを持った西宮が走ってくるわけですね。舞ちゃんっていう風に走ってくるんですけど、マキはね、何も反応しないわけですよ。そのままちょっと目をそらすんですが、だから私は行くなってっていう風に西宮は泣き崩れるわけですね。そしてマキが、あと頼むっていう風に言いながら舞のことを預けていくわけなんですが、これからどうするのマキちゃんっていう風にね、西宮が問いかけるわけですよ。でもその問いに対してマキは答えない。そしてこのマキの目を見てみると、全部を壊すって言った時のあの時の目ですよ。そして前回の直哉の回想シーンで出てきた当時と全く同じ目をしてるんですね。その日全員家に不在だった兵6名、ククル隊21名が間もなく非業の死を遂げる。現場に残影は確認されず、遺体の傷口からは凶器の呪具のものと見られる呪力がかすかに検出された。後日五条家および鴨家から呪術総監部に対し、全員家の御三家署名が定義され、総監はこれを保留としているということでね、まさかの全員家っていうのがここで御三家を除名されていくっていうね、まあ、まだ保留ってなってるので、もしかすると亡くなる前になんか全員家がどうこうなっていくっていうのがまたある可能性はあるんですけど、全員家その幕切れっていうね書かれてるんですが、まあ鴨家からね総監部に言ってくれたっていうのが、鴨のりとしがねそこに一枚絡んでくれてるのかなっていうところでもあるんですけど、五条家がね、当主である五条が今いない状態なので、どういう感じで五条家は今機能しているのかっていうのもちょっと気になってきたりもするんですけど、まあ五条がいなくともね、五条家と全員家っていうのは仲が悪いので、そう考えるともうこの状況やから御三家の名前なんかねもう奪い取ったれっていう風にね思ってる可能性もあるかもしれないんですけど、まあその辺がねちょっとどうなってくるのかっていうところではあるんですが、次号より救済いたしますということでね、ツイッターの方とかではあらかじめね報告されていたところではあるんですけど、芥見先生の体調不良により次号からしばらくの間救済いたしますということでね、再開時期は今後の週刊少年ジャンプ市場にてお知らせいたしますということなので、まあ来週のジャンプからしばらくねこの呪術廻戦っていうのが救済に入っていくっていうところではあるんですけど、まあもう呪術廻戦といえばね映画化が決定していたということで、昨日の呪術フェスの中で映画の公開日がね12月24日に決定していったということで、これに関してはアニメの2期の最後で映画の公開が決定していった時に、まあ動画をねすぐ出して12月24日なのではないのかっていう予想動画を出したんですが、まあやはりその百鬼夜行に合わせて12月24日の公開っていうところ、そしてクリ
リスマスイブっていうのがあるので、その時の動画でもやはり言っていた通り、イブさんがね主題歌を歌っていただければなって思ったりもするし、やはり気になってくるところといえば、映画の主人公となってくる乙骨ですよ。この乙骨っていうのがね、一体誰が声優を担当されていくのかということで、ちょっと気になってきますよね。やっぱ乙骨って普段はなんか爽やかな感じ、優しい感じのトーンで喋ってるけど、怒ったらめっちゃ怖いみたいな、そんな感じなわけですよね。仲間が傷つけられたらめちゃくちゃキレるということで、普段は優しい感じの声やけど怒ったらめっちゃ怖いみたいな、そんな感じの人がねやっぱぴったりだと思うんですよ。まあこの乙骨を担当される声優さんがね誰になるのかっていうところだったりとかも含めて、劇場版呪術廻戦ゼロですよね。全日誕であるこのゼロ感ですよ。ゼロ感の映画っていうのが12月24日に公開が決定したということでね、あとは呪術廻戦のスマホのゲームっていうのも決定してきたということでね、それもね楽しみにしながら、もし動画でできそうやったら動画でしていきたいなとは思ったりもしてるんですが、まあその辺とかも含めてここからしばらく救済に入っていくっていうのがあるので、やはり救済に入るとは言っても呪術廻戦の考察っていうのは今後も進めていくし、やはり呪術廻戦をまだ読んだことない人っていうのはまだまだおられると思うので、そういう方でもこの救済明けぐらいからね、最新話に追いつけるような動画だったりとか、呪術廻戦を読むきっかけになるような動画っていうのをちょっとこの救済期間の間に何本か出していこうと思うので、すでに呪術廻戦全部読んでるって方は今までの振り返りのような感覚でねチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は呪術廻戦の最新話についてお話をしました。ぜひね皆さんの気づいたところありましたらコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。